いたーい。時計は午後10時30分回ったところですよ。小室ゆりの夜サプリ、今週も30分間お付き合いくださいね。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室ゆりがお届けしております。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、占い癒しところ薬毛庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食系、トータルボディケアココア提供、沖縄県 FM ギノワン、神奈川県 FM ヤマトの2局ネットでお送りしております。勉強ってしてますかね。なかなかこう大人になって勉強をするって意識的に取り組まないとなかなかできないことのうちの一つだなと思うんですけど、小室ゆりただいま絶賛勉強中です。何の勉強してるのかって、11月の中旬にですね、ハラスメント防止コンサルタントという一般財団が発行している資格なんですけれども、これの取得に向けて現在頑張って勉強してます。1日何時間ぐらいかな、今だと5、6時間、少ないですか、すいませんいっぱいいっぱいなんですよ、これでも時間取るのがあ、もうこれ言い訳ですね、すいません。改めて勉強してみると、あ、楽しいなっていうのが正直な感想です。中学高校時代にこの楽しさがね感じられたら、もっともっと違う人生だったのかななんていうのも思うは思うんですけど、まあこうやってね、いろんなことを経験して、それがあって今勉強が楽しいんだろうなと、まあ、もちろんね、今まで自分が授業としてきたことにプラスアルファの知識が入っているから、あ、これってここにつながってたんだとか、この知識とこの知識を組み合わせたらまた新しいものを出せるんじゃないかとか、そういう気づき発見をしながらの勉強だから余計に楽しいんでしょうけどね。これがきっかけでもっともっと、あ、これも勉強したい、あれも勉強したいという自分になっていければ、お金がいくらあっても足りませんね稼がねば。はい、ということで今週のコーナー紹介いきたいと思います。今週のコーナーです。気になるサプリ、あなたの恋と愛に役立つ素敵な情報をお届けしていきたいと思います。今週はですね、あなたの恋に共感するバイゼムからこんな情報を持ってまいりましたよ。これ聞いたことありますかね。韓国で今話題になっているそうです。 4B4T 運動。これ何かというと、韓国の男性優位社会とそれに対抗するフェミニズム運動、そして家長制度に対する運動なんだそうですよ。こちら私も気になります。お話ししていきたいと思います。そして4週目ですので、妊活一言サプリ、小宝鍼灸師市毛真也先生がご提供くださいます。いつもはね、こう妊活にプラスなお話なんですけれども、今日は妊活にしてはいけないことをご提供くださいます。そしてこのコーナーも健在です。オンラインサロンが大人気、占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、なんと今週で丸3年となりました。薬毛先生、毎週ありがとうございます。今週のテーマ、秋の味覚、美味しいお野菜。今週は気合を入れてお届けしていきたいと思いますので、今週も楽しんで聞いてください。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談をお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のvillage-c.com、
インフォメーションのインフォ友達のフレンド里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントをしております。メッセージには住所、名前、電話番号必ず明記の上送信してください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ。私小室ゆりが気になった情報をピックアップしてお届けしております。気になるサプリ。今週はあなたの声に共感するバイゼムから、これは今年の1月に配信になった記事ですね。韓国で話題の 4B4T 運動って、変わりゆく価値観と問題視される家長不正。これは日本でも同じですよね。実はこの家長不正、私自身もおやと思うところは正直にあります。で、これが何かというとですね、韓国でもフェミニズムへの関心が広がりつつあるんだそうです。それに加えてこの家長不正、要はまあちょっとね、リスナーの男性にとってはちょっと耳の痛い話だと思うんですけれども、長男が家を守るものだみたいな、こういうね、父親は偉いんだとか、こういうね、家長不正、これに対してバックラッシュが起こっている、または性への抑圧も同じく韓国ではこのバックラッシュが起こっているんだそうですね。で、この家長不正に都合のいい生き方、これに抵抗する運動として 4B4T 運動というのが起こりつつあるんだそうです。まあ、日本でもね、結婚の自由とか晩婚か未婚、ここ数年キーワードになってますよね。30までには結婚するものだ、そんな年で独身でどうすんだ、女の幸せは子供を産んで子育てをすることだ。うわー、私これ一番嫌いな言葉です。まあ、こういう価値観っていうのは当然ですけれども、まだまだ存在する。これらの価値観っていうのが家長不正に都合がいい価値観だと考えられているんだそうです。まあ、考えられてる、ここ断言していいですね。実際こう、いわゆる女性らしさだったりとか、従来の恋愛観、結婚観の道筋をたどっていれば、周りからの批判っていうのはないし、むしろなんていうのか、普通が一番よ、平平凡凡が一番よみたいな、こう褒められる世界的線なんでしょうけれども、それだけが幸せじゃないよねっていうのが、この幸せの多様化でもある。こういった価値観、こういった考え方を持つ人たちが家長不正の価値観に対して、いやいや、そうではない、そうではない考えも生き方もあるんじゃないのと言って始めたのが、この 4B4T 運動だと思っていただければいいんじゃないかなと思います。で、この 4B4T、4B というのはしないことを意味にしているんだそうです。韓国語で言う、あの非、非っていうのは、あの非行の非ね、それで出てくる、非行の非、まあいいや、非行の非で、 4T っていうのは抜け出すことを意味していて、脱ですね、脱出とかの脱、これから由来されているんだそうです。この 4B と 4T、 4B っていうのは非恋愛、非結婚、非性行為、非出産、あ、性行為も入るんですね。で、 4T っていうのは脱アイドル、脱オタク、脱宗教、脱コルセット。コルセット、体を締め付けるってことですね。このようなことから囚われるのをやめよう、抜け出そうという動きなんだそうです。で、実際に、まあ、韓国もそうなんですけれども、出産率っていうのは年々低下しているんだそうです。本当、日本と変わらない道筋をたどっている。で、この 4T4B 運動、 4B4T 運動か。で、こう日本にも当然あって、日本ではね、この 4B4T 運動ってまだ
動きにはなってないけれども、なんで私がこれ気になっているかっていうと、もう本当に私事なんですけれどもね、私今母と二人で住んでて、もうここ15年以上ですか、まあ面倒を見ているわけですよ。それでも万が一母に何かがあった時、じゃあ葬式やりますとかなって、喪主誰なのってなった時に、周りの意見が、いや長男である兄でしょってなることに対してすごく違和感を実際覚えてるんですよね。私ここ20年一緒に暮らして、全部生活費も、なんだったら入院費も全部出してます、面倒も毎日見てますけども、そういう対外的な催し物に対しては何もお金を出していない、面倒を見ていないけれども、長男というだけでそこのポジションに入るんだっていうことにすごく違和感を今覚えてるんですよね。まあこういう気持ちが多分 4B4T 運動、まあこれだけじゃないと思うんです、こんなね些細なちっちゃいことだと思うんですけれども、ただきっかけとしては、ああきっとこういうことなんだろうなっていうのはなんとなくわかるんですね。で、結婚しないとか子供を産まないとか、やっぱりこれって男性優位社会を作り出す根源の一つであることには間違いない。これは韓国の運動かもしれないけれども、私たち日本人も今から考えていかなければいけない一つの問題なんだろうなって思います。ぜひ 4B4T 運動検索してみてください。もらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは、恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索、恋愛スキル協会へ。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。毎月4週目は妊活一言サプリ。ご担当いただくのは、東京は浅草にあります受精院で子宝恩灸をしておられます、子宝鍼灸師市毛真也先生です。今週は妊活でやってはいけないことをご紹介してくださいますよ。それでは市毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ29回目の今日は、妊活中にしてはいけないことについてお話ししたいと思います。皆さん、妊活中いいことについてはよく聞かれると思うんですが、やってはダメなことについて
どうでしょう、いくつ思い浮かびますか？これですね、まあ、男性と女性でもちょっと違うんですね。代表的なことをお話ししますね。男性で言うと禁欲です。禁欲して射精をしなくなってしまうと、精子は奇形などが増えて元気がなくなってしまいます。これ胸を張ってマスターベーションをしてください。パートナーに見つかった場合にはむしろやばいというよりかは、お互いに興奮というんですかね、した方がいいくらいですね。性の関心とか興味、つまり性癖はみんなが一人一人違うものです。違って当たり前なんですね。それをパートナーの方がこう白い目で見たり否定してはいけないと私は思うんです。お互いをこう知るということが一番大事ですので、マスターベーション、これはね、隠すことではありませんので、まあマスターベーションだけってわけじゃないんですが、禁欲、セックスに対してですね、これを我慢したりとかは良くないよということですね。例えば、まあ3日連続でするといいとか、4日連続でするといいとか、毎日するといいとか、1週間に何回かな、3回、4回するといいとか、まあそんなこう都市伝説的な話もあったりするんですが、好きでやる分にはいいと思います。頑張ってやるもんではありません。ですので、適切な回数というんですかね、とか、適切な時期で、まあ、したい時にするというのが自然かなと、私は思いますね。まあその中でマスターベーションっていうのが男性にとっては、隠すことでも嫌なことでもないっていうことです。材料みたいなもんですよね。何を使ってマスターベーションをするかっていう話を、癖が、あと興味も趣味も違うので、それはバーチャルの世界だと思って認めてあげたり、でむしろそうしている、彼の存在を見た時にしたいんだなっていう行為を理解してあげるっていうことが大事だなと私は思いますね。あとは妊活中にしてはいけないこと、もちろんタバコは NG ですが、あと膝の上でのパソコンとかもあまり良くありませんね。はい、さて女性についてはお腹を必要以上に温めてはいけません。高温期はさらにダメです。これは私が所属している学会があるんですが、その学会でもうこう著名な、先生方も口を揃えて言うくらいです。例えば腹巻きにホカロンをベタベタ貼ったり、まあ、前後ろを貼ったりとかですね。あと毛糸のパンツを履いて、さらに腹巻きをして、さらにホカロンをするとかね。ホットヨガとかサウナ、まあ、これも高温期には NG です。人ってそもそも変温動物ではありません。恒常性といって常に同じ体温で保たれるように順応します。で、赤ちゃんが宿る場合、その準備のために体温が高くなって、子宮内ではふかふかのベッドを作ってね、で、体は変化に備えるためにむくんだりもするんですよ。無理に、温めたりとかする必要ってあまりないんですね。ですので、自然体でいるっていうことがとても大事だと思います。もちろん、冷えたり寒かったりした場合は、毛糸のパンツとかね、腹巻きとかはいいと思うんです。もう温まってるのに、赤ちゃんのためとか、子宮のためとかって思って、ホカロンをしたりとか、暑くて汗がだらだらこうかいたりとかするのに、無理にというか、その妊活中の期間にホットヨガとかサウナとか体が温まるからとかって言ってやる必要はないということですね。アルコールだってタイミングの時でなければもう僕は全然飲んでも大丈夫だと思います。思いますというか大丈夫です。自然でいることがまずは大事なんですよ。そこから最低限のオプションを付け加えればいいんですよね。まだまだ他にもありますが、今日はここまでとしたいと思います。あのことをもっと聞きたい、聞いてみたいとかいう方がおりましたら、いつでもご連絡ください。連絡先はココア新旧 KOKOA 新旧で検索してみてください。
メッセージお待ちしてますね。それではバイバイ。妊活でやってはいけないことの一番っていうのは自然体でなくなることなんだなって聞いてて思いました。マスターベーションもしたい時にすればいいし、体を温めることも自然体じゃないまで温めちゃうとそれは決して良くないんだなって、ついついね、女性なんかは体冷やすな、温めろっていうのが結構美容的にも言われてるんですけれども、それも度が過ぎると良くはなくなるんだなっていうことなのかなと。素晴らしい気づきをありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感。ここにしかない極上の癒しをあなたへ。小宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせはインターネット検索ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸へお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ、オンライン鑑定が大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。この占いコーナー今回で丸3年となりました。本当に毎週素敵な占いを作ってくださって薬務先生ありがとうございます。今週も心を込めてセクシーに占っていきたいと思います。今週のテーマ、秋の味覚おいしいお野菜。それでは参ります。お羊座、アダルトな味が欲しいの。銀杏の苦味を楽しむわ。お牛座、ねえ突然の恋に落ちてみない。花が落ちて実をつけるピーナッツみたいにね。双子座、ギスギスした毎日に疲れちゃったわ。かぼちゃの甘さを私にちょうだいね。カニ座、コレステロールや血糖値は高めじゃない。健康野菜として知られているヤーコンがおすすめよ。獅子座、食欲がなくて困っているかも。お腹の奥を動かしてくれるごぼうがいいわ。乙女座、おもてなし上手な人が好きよ。週末はコロコロと里芋のように私を転がしてみてくれる。天秤座、秋はついついあの日のことを思い出してしまうの。みょうがを食べて嫌なこと忘れさせて。さそり座、秋の味覚といえばやっぱり松茸。立派な松茸をお口いっぱいに食べたいわ。いて座、おいしい人参が私は大好きなの。皮をむいて大きめに切っていただくわ。ヤギ座、季節の変わり目で胃が乱れてるのね。レンコンは荒れた胃を良くしてくれるのよ。水亀座、どんどん寒くなるわね。あなたの温めたさつまいもを頬張らせてお願い。魚座、風が冷たくなると人肌が恋しくなるの。
私の白い二つの株はあったかいわよ。ねえ、触ってみる？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今週はさらに気合を入れて読んでみました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、今週もご視聴ありがとうございました。夜サプリって改めてこう考えてみると、あなたのどんなサプリなんでしょうね。揚げ系なのか落ち着き系なのか、ちょっと考えながら来月をやってみようかななんて思いますけれども、来週あなたの強み発見サプリありますね。 USP プロファイラー押したり構造先生ご登場です。最近ね、押したり先生結構こちら側にグイグイと攻めてきてくださいますので、私も前半コーナーちょっと攻めた内容にしようかなと思います。楽しみにしていてください。そして土曜の朝の始まりラジオ、ご一緒させていただいておりますキス FM 神戸 BNI 阪神南プレゼンツエキスパートボイス、 BNI 阪神南のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスのお話、夢のお話伺っております。こちらも聞いてくださいね。毎週土曜日朝7時から7時10分です。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西高寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、占い癒しところ薬務庵、恋愛スキル協会リコモ、琉球食系、トータルボディケアココアの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日帰り音さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。お二人さん惜しかったね。最後に夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。天使とは美しい花をまき散らすものではなく、苦悩する者のために戦うものである。イギリスの看護師フローレンス・ナイチンゲールの名言です。苦悩ってできればしたくないですけど、苦悩して戦うものこそその先の成長成功があるんですよね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私からあなた。